はい。おはようございます。沖縄、おばばです。はい、みさんですね。はい、下にはバナさんがいます。はい、えーっとですね、えー、朝はちょっと軽い話題でいきます。はい、今日、今日はちょっとね、軽い話題です。えー、皆さん覚えてますでしょうかあのー、アリーのね、ババーのね、えー、あの方です。えーっと、<laughs> アリーのババのね、あのー、 CEO だったねあ。なんか、まあいいんですね。ええー、はい、まあいいんですね。えー、彼と仲が良かったあ芸能のね、人で、ビッキー・チャオさんって、えー、しばらく姿をくらませてたんですよ。はい、えー、両方ともいなくなってました。で、いろんな説が流れてて、 えー、もしかして、えー、老老のややにいるんじゃないかとか、いや、あのー、不乱のね、フランの巣でね、えー、彼女ね、えー、なんだっけ、武道園をね、営んでるんで、ブドウ園に、えー、逃げてるんじゃないかとか、いろんな説があったんですけど、えー、香港で、えー、見つかったみたいですね。えー、すごいやつれてたと言います。はい。 香港でなんか逃亡生活してんのかなって思ってます。はいあ。ご主人とね、なんか旦那さんとなんか車に乗ってガソリンスタンドでなんかオイルの話をしてるのがあー目撃されたという、あの、そういったね、あのー、あれがあります。はい。えー、まあ、ね、どうなんでしょうか。大変な生活してるのはわかりますよね。でも、かなりやつれてたって言ってたんで、 え、まあ、大変なんだと思うんですけど、でもね、ねあんなに資産があったのに、えー、どうなっちゃうんでしょうかっていう感じです。はい。それからね、これもね、まあ、余計なお世話なのかもしれないんですけど、えー、なんて言うのかな <coughs>。もう一人ね、今話題になってる、あのー、C の国のね、芸の能の人がいて、 えー、非常に綺麗な女優さんなんですけど、えー、私この人結構好きなんですよ。演技が上手なんでね。えー、この方がね、えー、20歳ですね。歳の離れた、えー、C 国の、C 国のね、中央のテレビですね。四国の中央テレビのね、なんか代表と、 結婚したという噂が流れてて、実は私、こっちの方がすっごい気になってるんですよ。なぜかっていうと、この女優さん、はい。ウィウィのぐるぐる人です。はい。ウィウィのぐるぐる人です。非常に綺麗な方です。はい。えー、綺麗で、まあ、可愛らしい感じですね。えー、結構好きなんですよ。私、この方。はい。えー、で、 えー、トンさんだ、あの、なんて言うのかな、冬って書くんですよね。ちょっと、えー、奇変に冬だっけトン、トンさんですよね。えー、だと思いました、確か。えー、っと、えー、この方がね、なんか、ね、えー、ウイグル人というのがね、ちょっと、あれですね、しかも結婚した相手が、再婚なんですけどね、 結婚した相手が二十歳も年を、年取ったね、離れた、なんと、四国の中央テレビの幹部なんですよ。っていうのは、確実に、えぇ、ー、えぇ、ー、京のね、三三のね、共産のね、えうとうなんだろうなって思ってます。はい、えー、これってもしかしてって思うんですよね。ウィウィのぐるぐる人なので、えぇ、ー、まあ、 元のね、別れた旦那の紹介とか言ってるんですけど、もしかしたらね、えー、ウイウイのぐるぐる人を助けるためにね、もしかして、えー、嫁いだのかなって、えー、そんなことを思ってたりします。はい。えー、なんかね、そういう風に見えちゃうのは私だけなんでしょうか。はい。えー、少しでもね、ウイウイのぐるぐる人のね、 えー、立場をよくするのにねこうそういう、ねえー、カンカンのブーブーとね二十、えー、歳も年を離れた方とね結婚したのかなってちょっと思っちゃいました。はい なんか、うーんって考え、もうここ2、3日ちょっと考えさせられてます、これ。もしかしたらね、彼女が、まあ、贅沢な暮らしがしたいとか、まあでもそれ関係ないと思うんですよね。結構売れてる女優さんなんで、自分一人でも贅沢な暮らしできるんでね、十分にね。そういうこと考えるとね、やっぱりね、あの、なんていうのかな、四国の女優さんで売れ,売れるっていうのはね、日本の女優さんで売れるっていうのと、桁が違いますからね。 えなのでね、えー、そういうことを考えるとね、もしかしてこれもしかしてね、自分の民族のためにね、嫁、えー、いだのかなってちょっと思っちゃってます。はい。そういうふうに思ってしまいます。はい。えー、なんか本当の恋愛ではないような気がします。まあ、紹介だっていうので、で前の別れた旦那さんのね、えー、それもあるのかなとは思いますけど、 まあね、今の状況が今の状況なんでね、えー、そんなこんなを考えてしまいます。はい。えー、まあー、雑談でした。申し訳ございません。はい。えー、それではね、皆さん、あのー、またね、えー、お会いしましょう。はい。<laughs> また動画あげます。はい。それでは皆さん、またご機嫌よう、きなおばばでした。いみきさん、もう、おかわいいですね。ね。